だよ。はい、ということで今回もニートマランタロー無限の壺のガチャを引いていこうと思います。そう、ちょうど今無限毒滝城のイベントがやってまして、そう、無限の壺ガチャっていうのがあって、そう、それを今回は引いていこうかなと思います。無限の壺ガチャでは前方寺遺作だったり、この蘭亭剣、蘭亭剣というか、そう、遺作が使用している人具というかトイレットペーパーそう、これも出るということで、てかこれでしか引けへんねんや、無限の札でしか引けない星さん以上確定の特別ガチャということで、これでなんとか前方自作が欲しい。だってケマトメサブロ引いたんだもん、ここで引かなければさいけないと思うんだ。早速引いていきたいと思います。お願いします。いきます。お願いします。どん、全然虹とかかかってないけど、お願い、なんか格変とかないんかな途中で。お願い、本当に。後編？出席簿欲しかった。ちょっとまた溜まったら引いていこうと思います。はい、ということで、ちょっとさっきのじゃ物足りなかったので、ノーマルガチャも一回ちょっと引こうかなと思います。いきます。で一連やんな。え、いきまーす。嘘。一連で。え、これめっちゃいいやつ。軍配や。すごい。これだってさ、全忍たまのさ攻撃力が上がるんですよ。このダンスを上げていくことによって。嬉しい。やったー。やったー。これ欲しかったやつ。え、だってさ、宝珠。そう、宝珠を消費してもらえるリストのうちの一つやったんですよ、この。やったー、入手済みになった次回のガチャもお楽しみに。バイバーイ。